今日はですね、皆様方にですね、また教書に続いてお時間をいただきまして、こうして意見交換の場を設けさせていただきました。テーマはですね、働き方改革の推進についてということでありますけれども、ぜひ皆様方からご自身や職場、また地域での取り組みですとか、幅広い観点からぜひ忌憚のないご意見を伺いたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。じゃあ最初にトップバッターで、すいませんが、ハルさんよろしくお願いします。はい、私ども今年で創業74年になりました。下は10代20代からですね、上は80代までが一緒に働いている企業でございまして、7割が女性です。若い方だったりすると妊活に移りたい、でもキャリアは欲しいというと働き方をちょっと緩めるんですね。逆に介護が入ったということであるとか、逆に子どもたちが大きくなったのでもっと稼ぎたいというと社員に登用するという、その働き方の自由さ、それと次はリモートですね。結婚をするとですね、優秀なお嬢様たちはみんなですね、現代に取られちゃうんですね。そこをどうか引き止めたいと思って考え出したのがこの策でございます。そしてあと障害者、障害者というのも、うちの中では全て聴覚障害者です。職人さんとなって、一生自分の力で食べていける、そして物心両面が豊かに生活できる、この山口県だからできるということをこれからも実践していきたいなというふうに思っています。これ正社員に転換をご本人の希望で順次議論にされたということなんですか。はい、育休制度、産休制度というのがあるんですけど決めてません。その方がどのような形で働けると仕事と家庭と両立できるかということで、その方に合った契約をさせていただくということを実は創業以来ずっとやっているので、人材確保するのにそれではそうですね、なかなか確保できないというのも現実あります。テレワークの、はい、これはだから最近の話ですか。はい、ある程度キャリアを積んできて、これからという時に健康の出産でこう諦めなくちゃいけないというのは何とかできないかということで考えた挙句、取り組んできて大変なことやもっと改善したらいいことというのも今こうまとめていただいて会社の方に提出していただくようにしているので、これからもっと加速していくと思いますが、だいぶコロナ禍の中でテレワークを普及してきましたし、そういうのができるのが、当然というふうな認識も広がってきてますからね。そういったのをお伝えしてどうしたというのは素晴らしいと思いますね。ありがとうございました。はい、それでは続きまして松浦さん、よろしくお願いします。はい、で今回、表彰された部分ですね、子連れ出勤制度の導入、子どもたちも来て一緒に利用者さんと写真を見たりな、なんかいろいろお話をしたりとかですね、そういう形でゲームもしたりしますが、そういう形で子どもたちを見守るような形でしております。あとですね、介護記録開始結果ですね、これも、スマホに、記録をするようになりました。気づきの時間も少なくなりましたし、記録の用紙、印刷等もですね、削減することができております。あとは、眠りスキャンというですね、ベッドとマットの下にですね、センサーを設置するんですね。これで、態度を測定し、睡眠状態を把握することによって、利用者様の、生活リズムの改善や健康状態の把握も分かります。職員はですね、効率的なケアできているのかなというふうに思っています。お話を聞いて思ったのは、働く人のにとってのいいことをしながら、かつ利用者にとってもすごくいいっていうので、同時にいろんなメリットも打たされてるっていうのはすごいなと思いましたね。今の子連れ出勤もそうですし、介護のね、記録のシステムもコロナ禍でご家族が会えない中で、ご家族にとってもね、常に状況が分かる、はい、写真も見れるっていうのは素晴らしいことですし、あとね、時間見守りの方も減らすっていうのは時間外の半減にもなってるんでしょうけれども、お話あったようにそれで物音がしてこう起きるようなことがないと思うんですね。利用される方がちょっとこう、ね、寝られる、安心して静かに寝られるっていうところもありますし、いや本当に多方面でにとっていい取り組みをよく工夫されてるなと感じましたですね。介護の記録の方っていうのは導入はやっぱりでも最初は少し今でも仕事の仕方を変えるってところじゃないですか。はい、中でこう抵抗っていうか、それないんじゃないかとか、いろんな意見はなかったですか。はい、ありました。75歳から18歳までなんですね。
職員がですね、でやっぱり高齢になりますと私できないとそういうことの声が多かったんですけど、始まりますと若い子早く書いてくれと、紙はもういらないと、すぐもう1ヶ月経たないうちに早く書いてくれで、まあ高齢の、職員にとってはですね、教えてもらう若い子からですね、またその中で交流が、職員同士の交流が深まったかなというふうに思ってます。できない部分は若い者が助けるっていう形でですね、みんなで協力してっていう形をとってます。なんとか皆さん、そうですね、使えるようにというか、使える部分をサポートしながら、そうです、今はもうみんな、もう2年以上経ってますので、はい、はい、ありがとうございました。それでは続きまして、吉本さん、お願いします、はい、まず最初に、このための働き方改革ですけれども、弊社のいくつかご表彰いただいた要素の中の、まず一つとして、女性の部分、姉子ネットワークというものを社内にございます。弊社の廃棄物処理とかですね、環境事業をやっておるんですけれども、にもかかわらず3割ぐらい女性が社員でおります。まあ、これは業界の中では比較的多いと言われておるんですが、今はその女性のですね、ネットワークを使って、例えば、姉子っていうのを ASG っていう、書いて姉子って呼んでるんですけども、みんながブログで情報を発信していくんですね。これはこういった会社で働くことで、こういうふうなことと仕事と生活を両立していますですとか、そういった情報を定期的に外部に向け発信を出しております。また、この度表彰の、要素としてもう一個ございました。では私の直下の担当部署で IT 戦略室という部署がございます。これはアナログをデジタルに変えることでかなり時間の省力がかかったりとか、あるいは顧客獲得の拡大をするために IT を活用するとか、そういったことを普段やっております。実際に取り組みを始めてからですね、現在勤怠の管理と請求書、これは発行も受け取りも両方ですけれども、あと、年末調整の絡みや契約名刺といったものは全部デジタル化をしております。アネゴネットワークですかね、はい、ANG って、はい、これなんですか、この情報を発信するような、そうですね、発信を普段しておりまして、ブログ記事を、持ち回りで書いております。なんか意味があるの、 ANG っていうのは姉子が先になって、そうですね、ハメだって言って、当時 AQB が流行ってたっていうだけです。そういうことですね。なるほど、なるほど。あと IT 化もね、すごく進められてるっていうことで、はい、相当効率化が図られるっていう感じですか、一般として。そうですね、あると思います。特に総務の仕事とか人事の仕事っていうのは、皆さんなんか今日雑務と一緒に混ざって人事の仕事とか総務の仕事って結構あることが中小企業多いんですね。例えばこの書類作ってくれとか、勤怠の管理なんかも大量に来るタイムカードを間違ってるのか間違ってないみたいなとか、目視でなかなか通常では確認しづらい隠れた業務が結構あるんですね。でそれをそのデジタルを通してすることによって、そもそもそのデータ上で現れていきますので、精査も楽ですし、活用もかなりしやすいと。この IT 戦略室というのはどのぐらい前から立てられて、3年ほど前でして、今平均年齢は実は29歳、3人しかいないんですけど、その室にお財布が入って、そうですね、労働改革してっていうか、IT 戦略室という部署は社長直轄の部署なので、その組織のなんか古い慣習を持たず、いろいろ移動ができるというのは非常に強みとして社内では持っております。そうなんです、はい、どうもありがとうございました。それでは続きまして、三井さん、お願いします。はい、私ども働き方改革と健康経営、この両輪をですね、両輪で両方を良くしようと、会社を良くしようと思ってやっております。まず働き方改革の方でですね、社労士さんを立てて、社内に働き方改革推進委員会というのを設けまして、当然管理職は入っておりません。各部から推薦した人が毎月会議をやってやってきたものを検討してやるということで進めております。まず就業規則を、今まで8時半からの就業時間をですね、9時に変更しまして、当然給料は一緒でございますが、この時間内で今までのまず5時までの仕事を紹介してくださいということをやりました。それから、我が社ではやっぱり資格がどうしたのも必要なものですから、資格取得ボーナスということで、一番高いのが一級建築士技術士は、25万円と、今日もまず54項目におりまして、一番安いのは2万円とかいうのもあるんですけど、何か資格を取ったら、ということでやっております。それと資格取得宣言手当というものですね、
私はこの資格をこの受験しますと頑張りますと、限られる資格なんですけど、そういう手を挙げた方は、月に1万円の手当をですね、給料に加算しております。それとちょうど今増築工事が11月に終わるんですけど、これはまあ社員のためにですね、先ほど言いましたように土木は今ですね、災害が起こったら行かなくてはならないんでですね、で万が一やっぱ停電になった時に今対応できなかったんで、停電になってもその部屋は何日間かこのパソコンとこの動くと、でシャワールームと過敏しながらもそういう災害の対応に当たれる部屋を今作っております。それと農残業でどこもやっておるんですが、なかなかですね難しくて、押し付けではいけないということで、うちは農残業仮面というものが水曜日に、今日本当に来たかったんですけど、それから9時と4時と5時にですね、こう農残業仮面ですと、まあ、一応正体不明にはなっておりますが、回って、まあ、楽しくですね、パソコンを無理やり切るというのもあるんでしょうけど、楽しくみんなが笑いながら、今日は仮面が出たから帰らないかなというような雰囲気でやっております。以上でございます。ありがとうございました。取り組みについてお話をいただきました。いろいろと興味深いなと思ったものがいくつかあったんです、いろいろあったんですけれども、資格取得のボーナスっていうのもすごいなと思うんですけど、取得宣言手当ですね、その取得をこれからしますと宣言したらそれで手当です。そうです、はい、手を挙げるということはみんなに宣言するから、これそれの勉強もしないといけない、はい、でまあ1万円ですけどね、そう言ってもでは、まあ、給与に反映されるから家族にもそれは、まあ、とにかく変わらないけんという気持ちを奮い立たせるという意味です、ね、そうです、はい、あとこの農産業仮面、はい、ね、これちょっと皆さん見てないかな、はい、まあ、こんな仮面をかぶった人が、あれでしょ、はい、で毎週ですね、仮面の内容を変えてですね、仮面がこれなんだ、仮面が、まあ、これちょっと20ぐらいありますよ、はい、毎週変えて、先週はなんか秋の感じで季節的にやってて、まあ、オリンピックの時にはボリュームの仮面が出たり、まあ、それみんな楽しみで、おー出た出た、今日はなんかと、あ、なるほどね、まあ、でもみんながこう楽しい気持ちでできるのが大事なことなんですね。手作りで健康系もやっております。言い忘れました、県の健康アプリを全員入れて、2年に何回かその歩数大会をやって、あ、そうです、これも楽しみながら競い合って、素晴らしいですね。それで楽しみな会社の中で使っていただいて大変ありがとうございます、はい、本望でございます、はい、また、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。